皆さんこんにちは、うちのあちらの時間です。今日はですね、クロスロードの営業、そしてうちのあちらのスタッフでもありますアスカさんに来ていただいてます。2人でちょっといろんなお話をしていきたいと思います。アスカさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか最近ブログに書いてましたよね、シリコンシャンプー、ノンシリコンシャンプーか、はい、これどうですか、使い心地。もうやばいですよ、髪がもう枝毛っていうかひどかったんですけど、はあ、だんだん落ち着いてきて、枝毛も治ってきて、はい、髪もサラサラなってきて、サラサラなってきて、おすすめですね。ねえ、シリコンが髪についてて、それでサラサラになってる気がしてただけっていうのは怖いですよね。怖いですね。シリコンって石油系ですよね、うん、でこれが取れて本当の自分の髪がサラサラになるってことですよね。最初もう初めてシリコンシャンプー、ノンシリコンシャンプー使ったんですけど、うん、もうシャンプーをなんか水で流した後もこのキシキシ感がちょっとビビったんですけどでもちゃんとコンディショナーとか使ったらもうサラサラになったんで、よかった、ね、なんか2人ぐらいに髪綺麗だねって言われたっていう2人だけなんですけどいやでも綺麗です本当に、ね、これ私もちょっと三栄に売ってんですよね。そうです、はい、探しに行ったんですけど、なんか実際にはすごいたくさんあってね。そう、自分も迷ったんですよ。本当迷う、うん。でも最終的にはもう匂いが、うん、香りが一番良かったんで。香りがね、どんな香りなんですか。なんかアロマみたいな感じで、とてもなんかリラックスするような感じなんですよ。すごい自然な感じの香りなんですね、きっとね。はいですね、私もこれちょっと使ってみたいんだけど、なんかサンプルも取り寄せられるって書いてあったんですけど、そうみたいです。でもなかったんですよ、ね、一応ネットでしか取り寄せられないみたいですね。アスカさんはこれは試してみたんですか。あ、いいです。すぐ買って、はい、ねえ、でも正解だったわけですね。そうです、正解、ね、じゃあぜひ使ってみたいですね、はい。こちらの琉球の島のスタッフブログ、うちなちゅらの、琉球ズエンジェルというブログがあるんですけど、こちらの9月26日のブログでご紹介しています。沖縄では那覇メインプレイスだけで売っているそうですよ。アスカさんもそこで買ったんですよね。はい、トマトメインプレイスで、はい、はい、もしあれだったらネットでトライアルキットも出てるようなので取り寄せてみたらいいと思いますね、はい。でもめっちゃきしみますってことで、はい、ここが太字になってるのがちょっと、うん、最初はちょっとびっくりするんですけど、でも慣れてきたら気にしなくなる、はい、本当はこのぐらいってことなんだよね、そうきっとね、はい、もう今あまりにもそのシリコンシャンプーに慣れちゃってて、うん、あれが普通みたいな、ね、でも長年やっぱり使ってると良くないんですよね、うん、きっとね、うん、これは使ってみるべきですね。そうですね、はい、ということで第一のおすすめはこちら、これなんていう名前でしたっけ、はい、ビアオルニガですね。あ、はい、オルガニガ、ビアオルガニガのシャンプーとコンディショナーということですね。はい、はい、皆さんお試しください。なんかすごいうちナチュラらしいですね、今日はね商品の紹介で自分たちのいいものを紹介していくっていうのね、一番いいですよね。次ですけど、はい、なんかいろいろね、アスカさんいろんな商品知ってるんですよね。ブログでその都度お知らせしてくれてるんですけど、これも人気ですよね。ピチャ、そうですね、ね、結構テレビでも出てるみたいです、うん、はい、どうですか、使った感じは。あ、もう最初はもうなんか色もすごくて泥がゲーと思ったんですけど、うん、でも洗い流すとやっぱなんか透明感が出るんですよ。あ、そうなんだ、やっぱりね、はい、全然違うんですね。びっくりします。うん、じゃこの洗い流した時一応洗面台とか一応黒くなるんですけど、あ、そうなんだ、はい、本当に泥みたいな感じで、ね、沖縄サトウキビ畑さんのこのクチャパックですね、うん、です、はい、すごい注目ですよね、うん、全国的にもね、うん、こ
これあのクチャプラス、クチャっていうのはその泥なのかな、うん、でそれに月桃水が入っているってことで、ですごく無添加自然素材で香りいいんですよね、うん、お肌にね、うん、なんか顔以外にも頭にもなんか使えるらしい、うん、頭にも使えるんですか、これシャンプー代わりにってこと、そうです、すごい、すごい便利です。これアスカさん使ってるのはパックですか、石鹸、あ、自分はパックですね、パック、はい、パックってことはこう顔にのせるんですよね、そうですね、あの、うん、水とちょっと混ぜて、うん、はい、自分は精製水でやってるんですけど、はい、で混ぜて、うん、つけて、うん、で固まるまで待ってます。あ、そうなんだ。はい、じゃあ本当にパックで10分とか、そうですね、10分15分ぐらいですね。あ、本当、こっちもすごい話題なの で、そうです、私最初クチャ、クレイ、あ、クレイもあれ、ね、似てますよ ね、クチャとクレイってね、でこう乗せておくっていうのが分からなくてから、なんか石鹸みたいに使っちゃったんですよして、なんか何これとか思ったんですけど、使い方間違うとダメですね、ね、しっかり効能を読んで、うん、ちゃんとその通り使うとしっかりね効果が出てくるんですよね、透明感っていいですね、くすみが取れるってことですね、はい、こちらもお試しください。こちらはどこで買ったんですか、これあちこちで売ってます、そうです、あちこちで、自分はあのビッグワンです、あのドラッグストアとか、そうですね、そういうビッグワンとか、はい、いろんなとこで売ってるんですね、はい、ぜひお試しください。これってそんなに高くもないんですよね、そうですね、もう自分はあの袋で買ったんですけど、うん、はい、結構いっぱい入ってて、うん、ちょっと上等です、あ、上等だそうです、はい、ここに使用方法も書いてますね、抜け毛にも効くそうですね、育毛、角質除去はいかにもできそうですね、それでくすみも落ちてオイリー肌にもいいと、いいですね、あと月桃も入っていて、こちらもおすすめとなっております。いろんなね、店内各、県内各地いろんなところに売ってますから、お試しください。で次はもうどんどん行きますね、今日はすごいですよね、はい、くちゃくちゃは終わって、これは何ですか、このボディクリームっていうのがあるんですけどね、これはあのちょっと最近人気のあのビクトリアシークレットっていう、あ、なんかもともとは下着のブランドなんですけど、うんうん、これ の、 あのボディクリームなんです、下着メーカーのボディクリームですか、ちょっといいですね、はい、なんかおしゃれな感じもあるし、使い心地はどうですか、あ、結構なんか保湿も良くて、うん、そう、自分は年中無休使ってますね、夏も、あ、全身に、全身に、うん、顔もいいんですか、あ、顔はまだ使ってないんですけど、一応ボディ用ですかね、ボディ用、そうです、はいはい、で一応もともと強い匂いとか、うん、そういうのが苦手 で、うん、で香水とかもあんま好きじゃないんですけど、うん、このボディクリームはもう、うん、このエンドレスラブって言うんですけど、はい、もう匂いもなんか爽やか、ちょっと甘めな感じで、はい、もうすごくいいです、いいですね、これなんかイランイランの香りが入ってるってね、うん、ちょっとほんのり甘くセクシーな匂いということでね、はい、あのとってもなんか強い匂いではなくて、はい、本当爽やかな甘さっていうね、本当に友達とかにもおすすめしたんですけど、うん、はい、もう2人ぐらいもうこれ上等って言ってから使い続けてます、本当、うん、これどこに売ってるんですか、あのチャタンの洋服屋さんとかドラッグストアにも売ってるんで、あ、はい、あ、本当ですか、見つけたら買ってみたいですね、マインドラッグには売ってるって聞いた、あ、そう、売ってるんですか、はい、うん、もう一番おすすめです、ね、あ、本当ですか、はい、これ結構大きいんですか、結構大きいですね、あ、本当、これくらいかな、あ、じゃあ一冬結構いけちゃう感じですよね、すす、あ、いいかもしれない、結構伸びもいいんで、うん、少量で全然使えます、そうなんだ、はい、香りもいっぱいあるんで、ぜひ、あ、何種類もあるんですか、そうなんです、へえ、これたその場でた香り試したりもできるんですか、はい、そっかそっか、
あとその他にこの、うん、これはボディクリームなんですけど、はい、あとボディバターとあとボディスプレーもあるんですよ、うん、スプレーってもう全髪にも全身にもかけられて、うん、あの香水苦手な方でも香りをつけられるって感じ。これも保湿なんですかね、髪とか。あ、髪にも結構なんかへえ、すごい、いろんなのが。でもつけすぎたらちょっとベタベタするんですけど、軽く、なるほど、軽くね、はい、匂いもいいんで、おすすめです。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。はい、じゃあ次はこちら、アロママさんなんですけど、はい、以前あの取材でお伺いして、うん、あのアロママさんから石鹸をいただいたんですけど、はい、もうすごい良くて、うん、匂いもあの自分がもらったのはティートリー の, あの石鹸なんですけども、はいはい、もともとなんか乾燥肌で一応洗ったらしょっちゅう突っ張ったりとかするんですけど、はい、この石鹸は全然爽やかだけど結構しっとりもしてて、うん、すごくいいです。匂いも本当に良くて、これですね、この青いやつですね、はい、あと手作り石鹸ってもう溶けやすいんですけど、はい、これは結構しっかりして長持ちします、うん、はいはい、私もあの一緒にね行っていただいたんですけど、うん、本当にしっとりするんだけど洗い上がりはさっぱりしてるんですよね。これがいいなと思って、あの、うん、しっとり系のってどっちかっていうと保湿が強くて、うん、なんか落ちてないぐらいしっとりしてるのって多いじゃないですか。私あれは苦手なんですよ、うん、割と。でもこれはちゃんと落ちてる感じがあるのにしっとりしてるんですよね。本当すごいね、うん、すごい、これ本当すごいと思いました、うんうん、で、あのこの方の説明だったんですけど、うん、あの宮古の大神島の満月の時にだけ取れるその塩も入っているということで、すごく浄化作用が強くてね、あの清めるっていうような作用もすごくあるあの石鹸ということでしたね。はい、ということでこれもおすすめです。あのこれ私ちょっとケチケチして顔にしか使ってないんですけど、本当は全身使った方がいいですよね。自分も顔しか使ってないんですけど本当に上等そうそう、ね、上等ですよね、うん、でしかもあの1個800円っていうすごい割とリーズナブルなので、うん、全身使うことをおすすめしたいと思いますね、うん、きっとツルツルですよね。そうですよ ね、うん、肌でもあんな実感ですね、うんうんうん、アロママさんっていうのをちょっとあのお話が出たのでご紹介したいんですけど、ほらアロマのアロカタカナで、でママはあの英文字なんですけど、浦添のタクシーにあるんですけどね、あそこですよね、あの三栄京塚シティの方からこう入っていくとこなんですよね、はい、はい、ここは、ウチナーチュラのリラクゼーションというところのカテゴリーに入ってます。アロママっていうふうに検索してみてください。で、2時から7時までというちょっとね、あの、うん、お勤めしてる人に行きにくい時間ではあるんですけど、うん、まあ、お休みが重なったりしたらあの行ってみてください。あとここの石鹸もよかった。